こんにちは、オリジンコーポレーション代表しんとすけのしゅりのすけです。ということで始まりました沖縄チャンネル。ありがとうございます。この沖縄チャンネルはですね、どういうチャンネルかと言いますと、沖縄観光を盛り上げていこうという、そういうチャンネルでございます。オリジンが沖縄の観光を盛り上げるような団体にしていきたいと常々言っておりましたので、本当に念願かなって始まった沖縄チャンネルでございます。非常に楽しみなんですが、ここでですね、一つお知らせがございます。このチャンネル、僕はほとんど出ません。このチャンネルに出るのはですね、沖縄の魅力を老若男女問わずどころか国籍問わず全世界に発信できるような素晴らしいメインメンバー、オリジンから5名選出しておりますので、今日はそのメインメンバーを発表していくというような会にしていきたいと思います。それでは早速紹介していきましょう。まずはこのお二人です。メンバーカリよろしくお願いしますね。金山翔さん、よっしゃ、なんて言って、はいよ、メガホリ、やりみ、よろしくお願いします。楽しく、すみません、完全にトラブルでして、メンバーカリーを撮ってる僕の携帯の後ろに完全に次の紹介するメンバーでみんな見切れてるという YouTube 初めてなもんで、あ、そうなんですね、慣れてないんですけれども、ということで、はい、メンバーカリーのお二人でございます。はい、お願いします。はい、お願いしますもうご存知の方もね、純選手多いと思いますが、改めまして自己紹介一人一人お願いします。こちらから、我ねマーカラウンチンヤマトアイビラ純正オチナンチョ純選手ヤミユタサルゴトオニゲーサビラ、ナマステモーランプサダトレネパーマカアイコユタスクオニゲーサビラ。多いですね。今同じことを言いましたからね。同じことだったんだ。どっちも分からなかったんですけど、ほとんど出身はどちらで。出身はですね、アメリカカリフォルニアですね。よっけ、適当なとつくな北中城村があったですね。こちらは、芸名ラムちゃんですね。ラムちゃんです。ラムちゃん出身はどちらで。私はですね、ベトナムの、カリフォルニアですねあのね、ネパールでしょ。そうです、そうです、そうです。このコンビはどっちがツッコミなんですか。ジュンセ氏、なんか沖縄の好きなスポットとかなんかあります。あ、なるほど。この部屋ですね。この部屋、この部屋、オリジンコーポレーション港区にあります。間違いありません。強いて言えば、北中城村あったかな。いや、それはどこですか、それは。僕なんか実家ですね。実家、うん、実家行っていいんですか、それ。大丈夫です、おばあしかいないから。電話しても何言ってるかわからなかったからねいや、電話番号言ってないですということでね、うん、メンバーカリーの2人には今度大活躍してもらいますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。続きましては、ひつまうどんです。どうぞ。あ、いいですね、元気、元気いっぱい。じゃあ、皆さんキツネドンヤイビー、いたしくにげさびら。あ、いいっすね、またお願いします。メンバーカリーと同じく自己紹介もしっかり決まってますね、はい、じゃあまた一人ずつの自己紹介もお願いします。こちらから。こっちから、はい、はい、沖縄市出身、長男嫁のうどんちゃんです。よろしくお願いします。ねえ、もうザ・沖縄のおばちゃんという感じのうどんちゃんで、こちらが、はい、埼玉県出身の秋山ひとみです。よろしくお願いします。女優さんですね。はい、はい、そして最近から2人でお笑いコンビも結成したということで、うどんちゃんは地元がどちらでしたっけ。コザです。あ、コザ、はい、沖縄市の中でもコザ、はい、あ、ご横ですねあの、細かいところわかんないですけど、どんどんうちにコザ十字路の近くに言うな、これ言うな、これ言うな、実家で、実家ちょっとだけ純粋中にライバルしてくれないか実家ぐらい言えるぞみたいなライバル現れてますけど、あ、どうしようかな大丈夫何の勝負なんて、めっちゃ笑ってるそして秋山さんは沖縄に来て何年経ちますか。はい、11年目になります。11年目。はい、沖縄で一番好きなところどこですか。知念岬。ああ、いいですねじゃあこちら知念岬のロケ決定です。ありがとうございます。秋山ひとみと行く知念岬ね近くにはセーフアウト決まりますね軽いじゃないですか違います。はい、ということで、沖縄のおばちゃんと県外出身の女優というコントラストが素晴らしいきつねうどんでございます。よろしくお願いします。すで
でに面白いですよ。すでに話題豊かで。結構いろいろ打ち合わせして始まったチャンネルなので緊張してるんですよ。ということで、続きましょう。ラストでございます。宮城萌子です。どうぞ。ご紹介ありがとうございます。オリジンタレント宮城萌子です。よろしくお願いします。なんかメーバーカリーとかキツネうどんとか動きのある自己紹介みたいなのあったけど、もう一個はそんなのあったりするの？そんなのがなくてまだない欲しいなって思ってるんですけど、いやなんかあった方がいいですよね。もったいないな。もえこやりまさこまさこまさこの方もう一個の方がめちゃくちゃいいやつ。ちょっとだけできる今のやるの？いやもう一回お願いします。いや恥ずかしい。萌子やびーん、幸子、幸子。ここは G なんだ。お願いします。萌子やびーん、幸子、まさこ。これはダメですね。今度これはみんなでまた会議して作りましょう。お願いします。ということで、この5名で沖縄チャンネル盛り上げていきますので、よろしくお願いします。お願いします。さあ、シャウンをかけた YouTube でございます。よろしくお願いします。で、早速なんですけど、はい、今日はね、自己紹介とプラス、まあ、ちょっと一つだけ、軽く企画があるということで、純、選手持ち込み企画の方お願いしていいですか？え？いや、今聞いたみたいな。知ってたんですか？知ってたから。お願いします、準備。準備お願いします。はい、これもしっかり。はい、言うな、言うな。はい、ということで、ちょっと準備しましょうか。はい。はい、はい、次、オリジンチャンネル第一発目の企画ルーナトイビーシが、最初はですね、早口言葉対決じゃなくてやりましょう。まあ、YouTube を始めるということで、まだちゃんと発音は大事じゃないですか、やらないといけないね。あ、ごめんなさい、発音じゃない、発音ですね、発音。ということで、はい、皆さん、これ見てください。これはもう皆さんご存知だと思います。もちろん、しまくつばに直してやりますのでね、一番下手くそだった人が罰ゲームとしてね、初恋の人の名前を発表していただきたいと思います。じゃあ、頑張っていきましょう。はい、じゃあまず、カエルぴょこぴょこ、みぴょこぴょこ、合わせてぴょこぴょこ、むくぴょこぴょこ、全然言えてないやつ。これはね、もう難しすぎる。こんなのはもう誰も言えないですよ。もう簡単に言えるようにですね、僕作ってきました。こちらですね、はい、あたりとんじゃとんじゃ、みーちとんじゃとんじゃ、たっこ味とんじゃとんじゃ、ぶーちとんじゃとんじゃ。いい感じでテープもたくさんあったほうですね。これをカルピコブームとコブームとあたりとんじゃとんじゃ、みーちとんじゃとんじゃ、たっこ味とんじゃとんじゃ、ぶーちとんじゃとんじゃ。沖縄にね、35年いますからね、僕はね。カエルがアタビってこと？アタビですね、アタビ。アタビ。アタビみたいに。アタビみたいに言ってるよ。ピョコピョコが飛ぶということで、トンジャートンジャー。で、3がミーチ。ね、で、合わせてっていうのはタッコアチ。で、6はムーチ。で、トンジャートンジャー。はい、説明したらちょっと恥ずかしくなる。じゃあそれでは参りましょう。じゃあ秋山さんから行きましょうか。もう1回で僕は審査するんですよね。アタビートゥンジャートゥンジャー、ミーチトゥンジャートゥンジャー、タッパーチトゥンジャートゥンジャー、ムーチトゥンジャートゥンジャー。あー、おいしそう。すごいね。あれ、もう少しね、コンパクトにバーって言えたら、うちなんちゅって言って僕は任命しましたけども、なんなら標準語の方が言えるようになったら。あ、そっか。あ、そっか、ごめんなさい。じゃあ次はももこさん行きましょう。親子ね。じゃあ萌え、萌えちゃん行きましょう。せーのって言ったら言ってくださいね。はい、いきますよ、はい、せーの。アタビートゥンジャートゥンジャ、ミーチトゥンジャートゥンジャ、タッコアチトゥンジャートゥンジャ、ブーチトゥンジャートゥンジャ。うわー、すごい、これはもう強者だな。すごい。あ、これはすごい。じゃあここでですね、ちょっと怪しいラムちゃんね、ラムちゃんから行きましょう。せーのって言ったらいいですね。あ、はい、レッツゴー。ラムちゃんによります早口言葉でございます。と、はい、
アタビトンジャトンジャミチトンジャトンジャアタクチャトンジャトンジャムチャトンジャトンジャこんな感じで難しすぎるなこれは。そうか、トンジャトンジャなってたよ、うん、これウーが入ってるの分かる？ウーが入ってる見当たる。ちょっとねラムちゃんにはちょっと不利だったかもしれんな。はい、じゃあラムちゃんより怪しそうなうどんちゃんさんにはですね、このカエルピョコペコミピョコペコアタビトンジャトンジャミチトンジャトンジャ合わせて4行。はい、じゃあうどんちゃんさんにはですね、僕がロナスカズミですね。誰？結局誰だよ。ロナスカズミ。そうですそうです。これ締めたくて夜なしのカズミで落としたかったんです。ちょっとあの外国人っぽくなって夜なしの自体わからないどうしようこれ。どうしよう。本当の子。あ本当ですか。もうピー入れるしもしあれだったら。マニサーコイララですね。いい名前やっし、まあ、ということで、はい、まあ、第1回目の企画となりましたけども、これからですね、いろいろ面白いことをやっていこうかなと思ってます、はい、ね、皆さんで。そうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。そうですね、本当に僕が必要ないことが分かりました。ということで、今後も沖縄チャンネルよろしくお願いします。うむ動画がうむ3日うむれチャンネル登録アンサーに高評価ゆたさるふとおにげさびらしたいかー。